福岡市立玄海小中学校は、福岡県福岡市西区玄海島にある公立の小学校、中学校である。学級数及び児童、生徒数玄海島の南東部の集落よりやや北側の場所に位置する。玄海島全域を校区とする僻地小規模校で、2009年度より同一敷地内に小学校、中学校を有する小中併設校となり、学校行事などの多くを小中合同で実施している。かつては小学校と中学校は別々の場所に位置しており、小学校は現在の小中学校の場所に、中学校は島の東部に位置していた。2005年3月20日に発生した福岡県西方沖地震により小中学校とも被災し、その後、小中学校とも旧小学校敷地に新築した新校舎に移転し、小中学校併設校として開校した。福岡市が市内各小中学校に設定している学校番号福岡市立小学校設置条例及び福岡市立中学校設置条例で定める位置。市立学校別児童生徒数等一覧表。福岡市、ピアニッシモ、9、14通学区域一覧福岡市、教育委員会通学区域一覧福岡市、教育委員会全国僻地教育研究連盟。ありがとうございます。